図書のうち、柔道整復師が日本の伝統医学の一つである。柔道整復術を行う。施設各種法令では柔道整復の手術所と表現されるが、一般には接骨院と呼ばれることが多い。俗に整骨院、骨継ぎとも呼ばれる。打撲捻挫座礁脱臼及び骨折などの各種損傷に対して。 外科的手術や投薬といった医療的主義を使用せずに、手術を用いて、その回復を図る代替医療、医療類似行為を行う。ただし、骨折、脱臼については、医師の事前診察が必要とされ、診察後に、手術の同意が、柔道整復師に提示される形態となる。緊急の場合の応急処置は、医師の同意は、必要ないが、 応急処置後の手術を行うためには、医師の診察と同意が必要とされる。手術の同意が書面によるものでない場合は、必ずその医療機関の診療録に診察と同意の事実が記載されている必要がある。柔道性福祉の接骨院での業務としては、骨折、脱臼打撲、捻挫等の 旧世紀の新鮮な状態に対する手術であるという認識が示し、平成16年に厚生労働省によって示されている。1936年より健康保険の給付が開始されている。以下とは違って、健康保険の該当となる範囲が狭い。具体的には、保険給付の対象となる疾病は、外傷性の骨折、脱臼、捻挫、 打撲、雑症のうち、急性、または悪急性の疾病に限られる。慢性期の状態や、肩こり、慢性筋肉疲労、下肢の痺れ、リウマチなどの被害症性疾病は、保険給付の対象とはならない。また、交通事故の後遺症や、脳疾患後遺症、神経痛、長期間改善の見られない長期の手術なども、同様に健康保険は使用できない。 接骨院の正式名称は、手術所であり柔道整復司法を呼び、厚生労働省では、接骨院という名称は、規定されていない。他の新灸や、あんの手術所と区別が必要な場合は、柔道整復の手術所という表現が使用される。手術所の名称についても、医療法総則第三条の規定、病院または診療所でないものは、これに、病院。 病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、委員その他病院または診療所に紛らわしい名称を付けてはならない。及び、第6条の6、診療科名は、政令で定める診療科名ならびに、当該診療科名以外の診療科名であって、当該診療に従事する医師または、歯科医師が、厚生労働大臣の許可を受けたものとするとあり、例例、病院、 治療院、接骨科療院、柔道整復科治療院などの名称は禁止されている。健康保険の制度を悪用した接骨院の療養費の不正請求が問題になっている。柔道整復師が単独で健康保険を利用してレセプト請求できるのは急性かつ非出血性の外傷性打撲、捻挫、座礁に限られており慢性的な頭痛や肩こり、 腰痛、脳梗塞後遺症などには健康保険を使うことはできないが、会計検査院が2010年に接骨院で3カ所以上の箇所に手術を受けた患者940人に対して聞き取り調査を行ったところ66%でレセプトで請求された手術内容との食い違いが発見された。本来なら健康保険が使用できない障害に対して 架空の病名をつけて不正請求を行っていたケースが50.7%もあった。2009年11月の行政刷新会議でも柔道性福祉の治療については不正請求の疑念は拭えない。適正な保険給付に向けた改善を実施する必要があるとされている。背景には1990年代には日本全国で25カ所しかなかった。 柔道制服祉養成学校が養成学校の指定に漏れた業者が起こした福岡地裁での裁判によって規制が緩和されたことが影響して2015年度には109施設にまで増加したことがあるとされる2004年には日本臨床整形外科医会会理事長は柔道制服祉はきちんと仕事をされるグループが本流ですが問題はお金儲け一本のグループがあり 次第にこの数が増えていることですとコメントしている。そのような状況の中、2015年には暴力団と結託して不正請求をしていた接骨院が検挙され、十数人が詐欺容疑で逮捕される事件が起きている。大阪やわらせ市会は医療とはほど遠い保険が効く客引きマッサージのような接骨院、整骨院が林立する惨状があるとして、 療養費の適正化を進めようとしている。厚生労働省も2018年より、柔道制服士の養成カリキュラムを変更して、職業倫理の授業などを必修化するなどの対策を行っている。2019年12月には、大阪市安倍野区に事務所を構え全国に100店舗を持つ整骨院グループが、 NHK の取材により一部の店舗で健康保険の効かないマッサージだけの客に対して客が怪我をしたことにして療養費を不正請求していたことが発覚しているほか2018年1月に長崎県の整骨院で2016年には兵庫県の整骨院でも同様の手口で不正請求が行われ経営者らが摘発されている厚生労働省は 全国で不正請求が相次いだことを受け、防止策として自治体や健康保険組合で作る審査会による調査の強化や療養費を請求する柔道整復師に実務経験や研修の義務付けを行うといった対策を推進してきたが、さらに整骨院が治療内容が記載された領収書を発行することや利用者が通院ごとに治療内容を確認して署名する。 ことなどを検討している。これら相次ぐ、療養費の不正請求の対策のため、2018年4月より、厚生労働省は、柔道整福祉免許を取得したのみでは、保険請求をすることを認めない方針とした。健康保険を使った手術をするためには、手術管理者になることが求められ、 その認定には1年以上の実務経験と16時間以上の研修カリキュラムの受講を義務付けた。研修をすべて受講した柔道整復師には5年間の有効期間を持つ研修修了証が発行される。研修カリキュラムには職業倫理、適切な保険請求、適切な手術所管理、安全な臨床の4つの項目が設けられている。EN、接骨。 ありがとうございます。